まずロケット砲を5発撃つ。次はダダダダーって撃つ。ドカンって撃つ。じゃあもう少し詳しく撃ち方を説明するね。紙コップロケットを5つ作って重ねて飛ばすんだよ。まっすぐ遠くまで飛ばすには回りながら飛ばなくちゃいけないんだ。だから一つ一つのロケット弾をねじりながら重ねるんだよ。こうやって重ねてねじったら1回ごとに輪ゴムがちゃんとはまっているか確認するんだよ。これなら大丈夫。じゃあ一発ずつ飛ばしてみるよ。勢いよく飛んだでしょ。じゃあ作り方を説明するね。これはダイソーの 90ml の紙コップ。ロケット弾に5個、発射台に1個使うよ。5個のロケット弾に輪ゴムをはめるための切り欠きを4箇所入れるよ。これは輪ゴムをねじるための切り欠き。ロケット弾5個と発射台1個に4箇所ずつ切るよ。発射台の底に穴を開けてゴムを見やすくするよ。ロケット弾の底も取った方がまっすぐ飛ぶんだ。ゴムも見やすくなるから頑張ってね。これが輪ゴム。サイズは16号。これを 90ml の紙コップ1つに1個使うんだよ。輪ゴムが綺麗な銃の形になるように4箇所の切り込みに丁寧に差し込んでね。輪ゴムの力が強いので切り込みをセロハンテープで補強するよ。ロケット弾を机に置いて上から発射台をねじりながら押し込むとやりやすいよ。この連射、廊下ならどれくらい飛ぶのか実験してみるね。廊下の左側に50センチ間隔で印を置いてみたよ。手前の印が1メートル、奥が3メートル、突き当たりは4メートルとちょっとだよ。拡大してみるとどれもだいたい3メートルくらいは飛んだみたい。反射も連射も一発ずつ撃つのは同じだから一発の飛距離もだいたい同じになるんだね。でもこれ一発ドカンとやったやつ、あんまり飛ばないやと思ったけどよく見ると4メートルのがあったよ。最後に飛ばし方を簡単にする方法。ねじりながら押し込むのってちょっと難しいって思った人はこうするといいよ。段ボールの筋方向に用紙を1本差し込んでおくとロケット弾の回り止めになるよ。それとトイレットペーパーの芯を1本使って発射台をねじりやすくする方法。これだと紙コップの発射台が頑丈になってねじりやすいし押し込みやすくなるよ。自分の手の大きさに合わせて長さを調節してね。この切り離したやつは3つに切って折りたたんで隙間に詰め込むから頑丈になるんだよ。紙コップをダダダダーって飛ばすの体験してみてね。